SDGs が表すもの、何を意味するかということに関して申しますと、自分の利益だけを考えずに社会全体のことを考えて行動しようということ、ぜひ力を入れてこの SDGs に関する取り組みを後押しをしていきたい。昨日高知市で開かれた SDGs 推進セミナーは、地元企業を対象に県が初めて開催しました。 SDGs とは、持続可能な社会の実現のため、すべての国が関わって2030年までに解決していく17の目標です。目標の中には、貧困をなくそうやジェンダー平等を実現しようなど格差を是正するほか、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさを守ろうなど地球環境に配慮することが掲げられています。昨日は慶応義塾大学大学院の蟹江憲親教授を講師にオンラインセミナーを開催。蟹江教授は、企業が SDGs の達成度や取り組みを経営理念として伝えることが、社会貢献や持続可能な社会の実現につながると語りました。変革を行うためには、今あるものを大きく変えないといけないので、それから人類が持続可能な社会に向かっていくという意味でもですね、大事になっていくという点ではないかなというふうに思います。県は SDGs のセミナーを10月と来年2月にも開く予定です。